はい、それでは時間になりましたので、お待たせしました、ベルーガの不思議な魚の食べ方イベントを行っていきます。こちらですね、皆さん座ってのご観覧のご協力をお願いしています。立ち見ご希望の方は両サイドからご覧ください。そしてですね、フラッシュカメラ光らない設定で撮影をお願いします。それではイベントを始めていきます。皆さん、まずは質問させてください。ベルーガ、シロイルカという生き物をもともと知っていたよという方、手を挙げてみていただけますか。さあ、今日はどれぐらいいらっしゃるでしょうか。ありがとうございます。今日は後ろの方の方もですね、前の方もまんべんなく手が上がっていますね。これですね、僕が知る限り、最大クラスの今手の上がりようでしたね。はい、しかしこれほぼ上がってないような状況だとも思うんですけれども、それもそのはずです。このベルーガという生き物は日本にはあまりやってこない生き物です。そして水族館でも日本国内で見られるのは今5箇所だけなんですね。実は結構レアな生き物なんです。そんなベルーガたち、どんな生き物か今簡単にご紹介したいと思います。ベルーガは別名シロイルカとも呼ばれています。名前の通り、このように体の色が白いことが大きな特徴です。しかし、生まれてくるときは全身濃い灰色をしているんです。大人が白いのは北極周辺に住むイルカの仲間ですので、北極の雪や氷の景色にうまく姿を似せて身を守るためと考えられていて、子供が灰色なのは水深の浅い水が濁った場所で生まれてくるので、そこにうまく姿を似せているのではないかと考えられています。まだ特徴があるんですね。ベルーガ、この体つき見てください。はい、トレーナーがですね、スタンバイについた関係でだいぶ、見えづらくなってきてしまっているんですが、結構太ってるような姿形してますよね。メタボなんじゃないかってたまに心配されますけれども、いえ、これメタボじゃないんですね。ベルーガたちは北極の冷たい海でも生きていけるように、私たちが上着を羽織るように体の外側にたくさん脂肪をつけてるんです。厚さでいうと20センチぐらいの脂肪がついているところもあります。そしてもう一つ特徴があります。ベルーガたちですね、背中、上の映像でも見られるでしょうか。時折見えますね。背びれがないことも特徴です。ちょっと不格好のように見えてしまいますが、背びれがないことによって氷で覆われた海を泳ぐときに背中がぶつからないようになっているとも考えられています。さあ、そんなベルーガたちを名古屋港水族館では現在6頭飼育しています。それでは順番に1頭ずつ紹介していきたいと思います。まずはカメラ一番前にいる2頭、はい、トレーナーが行ってこいというサイン出しました。潜っていって、さあ私のところに来てくれるはずです。2頭大回りしてこっちの方来てくれました。実は名古屋港水族館で一番大きな体の持ち主なんですね。はい、チラ見してスルーしてしまいましたね。すいません、こんなはずじゃなかったんですけれども、ちょっともう一回こういう時はですね、やり直しということも送ってもらいます。さあ、トレーナーもう一回送ってください。はい、行ってこいと。そして2個、今度はまっすぐ私の方を見てくれました。実は私、2個の担当なんですけれども、ここで無視されるとちょっとショックですね。はい、来てくれたね、オッケー。はい、来た瞬間に帰っていきました。まあこれですね、実はニコ結構調子がいい方なんですね。ニコは2年前にロシアから名古屋港水族館に来たばかりの新入りです。こうやってですね、ガラスの前に来るトレーニングを始めたのはごく最近なんですね。すいません、言い訳してしまいましたが、次はですね、もうちょっと安定感のあるベルーガを呼びたいグレイというメスのベルーガを呼びます。こちら右上の方からやってきます。はい、グレイこっちだよ。はい、来てくれましたね。はい、グレイ、皆さんにご挨拶です。こんにちは。はい、上手だね。グレイはですね、非常に真面目な性格のベルーガです。そして見分けやすい特徴もあるんです。グレイはですね、頭とか背中に少し模様があるんです。わかりますでしょうか。ちょっと渦巻きのような唐草模様のような模様ついてるんですね。模様があったらグレイと覚えておいてください。よろしくお願いします。よっしゃ、グレイまた後で活躍してもらうからね。
上手にご挨拶できました。戻ります。さあ、それでは最後にご紹介するのはちょっとやんちゃな子供のベルーガ7です。はい、真上からやってきます。はい、来てくれましたね、こっちだよ。はい、7、口開けてください。こんにちは。口元プルプル震わせてご挨拶してますね。そう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 、上手。ナナはここのプールで生まれました。そして、人にはですね、よく、慣れてくれてるんですけど、ちょっと臆病な一面もあります。何か物音がすると一番最初にビビるのはこのナナですね。今日大丈夫かな、すぐどっか行っちゃうもんね。大丈夫だね。ね、このように首がよく動くのもベルーガの特徴なんですね。はい、頭のこの丸い部分もよく動いてます。メロンっていう部分ですね。じゃあナナ、後でまた来てください。はい、胸元タプタプしてますね。よし、 OK、 戻ります。ナナも上手に挨拶できました。以上、3頭のベルーガで、トレーニング、こちらイベントを行っていきたいと思います。それではまた少しだけベルーガの紹介に戻っていきたいと思います。ベルーガは野生ではさまざまなものを食べていることで知られています。野生では魚の他にもエビやカニ、イカやタコ、時にはゴカイ、そういったものを食べているんですね。50種類から100種類ぐらい調査で餌を食べていることが知られています。ここ名古屋港水族館ではそんな調査からですね、野生に近い魚を取り寄せて使っているんです。魚好きの方いたらぜひ、分かったら教えてください、答えてくださいね。まずこちら、お腹側銀色で背中が青黒くて、ちょっと体高が、高さが高い魚ですね。あ、何でしょうか、言ってみてください。アジ。あ、惜しい。アジはね、色はよく似てるんだけどちょっと違います。北海道の方でよく取れて、卵がね、カズノコとも呼ばれています。そう、ニシンですね。聞こえてきました、ニシン、大正解です。まずはニシンを揚げています。さあ、続いてこちら、こちらはですね、お父さんを中心にお酒が好きな方よく知ってるんじゃないでしょうか。北海道の方でよく取れて、白身の開きが美味しい魚ですね。丸ごとはあんまり見たことないかもしれません。ホッケ、ホッケですね、大正解です。ホッケという魚です。はい、ニシンもホッケもですね、ベルーガたち食べてるんですね。そしてもう一つ、餌で重要なのがこちら、シシャモではないんですね。この形よく似てますね。でもシシャモではなくて、イカナゴという魚なんです。こちらはですね、東海地方ではもう少し小さいのがよく出回っていまして、クギニといって、煮つけて食べられたり、釜揚げにされて食べられたり、美味しい魚なんですね。そしてこのイカナゴ、野生のベルーガも調査で食べていることが知られていて、そしてこのイカナゴは砂に潜る性質もある魚なんですね。こちらボード見てください。今も野生のベルーガこんな風になっているかもしれませんが、砂に潜ったイカナゴを食べようとしているベルーガたちの様子です。しかし砂に潜ってしまったイカナゴを、こんな手がないベルーガたちですね、どうやって食べるのでしょうか。せっかくなんで今から皆さんに水槽でこの餌を食べる様子を再現してお見せしたいと思います。しかし砂とイカナゴを入れるわけにはいきませんので、特別な実験装置を、使用してこのイベントを行っていきたいと思います。それではですね、準備ができ次第その実験装置を下ろしていってもらいたいと思います。さあ、それでは降りてきました。はい、こちらですね、はい、実験装置といっても結構手作り感満載のですね、物体が何やら降りてきましたけれども、この透明な筒の中に餌のイカナゴがたくさん入ってるんです。砂に潜ったイカナゴだと思って見ててください。このイカナゴをこれからベルーガたちが食べに来ます。どうやって食べるでしょうか。さあ、それではですね、上のベルーガたちトレーニングを行ってますが、準備をしたらですね、行
作っていきたいと思います。まずは子どもの7からやっていきます。さあ元気いっぱいの7、はい、イカナゴを見つけたようです。いきますよ。はい、どうでしょうか。一気にイカナゴが口の中に入っていって、結構餌を飲み込むのが遅い7、追いついてませんね。しかし上手に食べてくれてます。はい、こっちをちらっと見てもう一回いきますね。はい、どうやって食べてるか分かりますか。そう、吸ってる、吸って食べてますね。大正解です。でももう一つ正解があります。吸う前に何かをして沈んでるイカナゴを巻き上げてるんですね。はい、今やってくれました。これ水を吹きつけてるんですね。水を吹いて、そして吸って食べてるんです。じゃあ7、たくさん食べて戻ってきましたので、次グレイがやってくれますね。水を吹いて吸って食べる、そのですね、動きができるのはさっき7が見せてくれた口元がプルプル柔らかかった、口がですね、とても役になってるんです。さあグレイも見せてくれてますが、口をふーっとすぼめることによって器用に水を吹いたり吸ったりすることができるんですね。さあ真面目なグレイ、安定感のあるこの餌の食べ方見せてくれてます。はい、調子がいいときはこのイカナゴ全部食べてしまうこともあるんですね。さあそして、はい、今ハムハムとしている間にですね、ちょっと見てください。この胸びれがよく動くのもベルーガの特徴なんです。シャチとかバンドウイルカよりもいろんな方向に胸びれが動きます。それでこうやってですね、体を安定させたり浅い海を泳いだり、そういった時にはこの胸びれが役に立つんですね。さあ、こぼれたイカナゴも、はい、吸って食べましたね。こうやって食べてるんですね。さあグレイ、どんどん食べていってですね、この筒を押しながら、あー残り1匹残したところで、でもたくさん食べて戻っていってくれました。さあそれではこの実験装置は片付けてもらって、せっかくなんで皆さん、餌の食べ方はこれで終わりなんですけど、他のベルーガの得意種目見ていただけますでしょうか。皆さん、バブルリングって知ってますか。ありがとうございます。はい、知ってる方多いと思うんですが、 CM などでもですね、たまに出てくる口で空気の輪っかを作る種目ですね。さあそしてこのバブルリング、名古屋港水族館のベルーガも行うことができます。さあそれではですね、これできるのグレイと7なんですけれども、ニコもう一回ちょっとね、来てもらいたいと思うんですね。ぜひ皆さんニコのですね、練習にもちょっと少しだけお付き合いください。すみません。さあニコこっちだよ、今度こそ。ニコ一番体が大きいと言いましたが、この前体重測ったら、1.2 トンぐらいありました。他のベルガたちせいぜい7、800キロなんで、かなりでかいですね。来てくれましたね。はい、ニコちゃん。オッケー。はい、キッと言って、そのまま帰っていってしまいましたが、今は割と成功だったですね。すみません、もう少し練習しておきます。それでは、気を取り直してですね、グレイと7に、そのバブルリング、見せてもらいたいと思います。あ、ニコがもう一回来てしまったようです。すいません。はい、もうこれハプニング続きのですね、今日不思議な餌の食べ方。はい。そして来たと言って来なかったですね。ジャンプして、はい、どっか行ってしまいました。はい、ちょっとですね、この場が苦しくなってきたんで、ぜひ、グレイか7送ってもらいたいところなんですけれども、トレーナーさん、はい。さあグレイ来てくれましたね。安定感のあるグレイ、はい、一呼吸置いて来てくれました。じゃあ皆さん、グレイの口元をご覧ください。いくよグレイ、せーの、ほい。すいません、こんなはずじゃなかったんですけれども、はい、安定感のグレイもですね、ちょっと勝手に呼吸いってしまいましたね。いくよ、ほい。よし、はい、グレイさすが決めてくれましたね。もう一回いきますよ、ほい。そして別のリングもできます。はい、今度は水面からリングを作って帰ってきます。いきますよ、よいしょー。
し上手だね。じゃあぐらいこちらのお客様の前でも一回呼吸いこっか。呼吸、自分で鼻で出した空気を口に含んで、そしてリングを作ってるんですね。いくよ、はい、よし、上手。もう一回、そうだね、はい、でっかいリング。そして上からも、そして上から行くときは自分で水面で空気を含んで戻ってきます。上手だね。そう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 、すごい綺麗なのできました。助かったよ、ありがとう。あー、グレー、じゃあもう戻っていってもらえますかね。よし、次はですね、子供のナナに頑張ってもらいたいと思います。グレー、ありがとう。このリングはですね、自分たちで遊びで勝手にやることもあります。お客様が見ている時にもやる時もありますので見ててください。それではナナにはちょっと違ったリングを見せてもらいたいと思います。頭の上の鼻からリングを作ってもらいます。いきますよ。これ難しいんですけどね、もっと綺麗なのができるはずです。そうそうそう、フルーツとしたエンジェルリング、天使の輪のようなリングですね。いいね、なちゃん。よし、そしてこのリングをくぐる、エンジェルリングくぐりですね。上手にやってくれたね。オッケー。いや、こちらのお客様にもですね、近くで見ていただきたいんですけど、なんだこっち苦手なんですね。ちょっと一回チャレンジしてもらいましょうか。よいしょ。あ、空気がなくなってきたか。呼吸いこう。よいしょ。呼吸もですね、しっかりサインで言ってくれるんですね。上手だね。お、いいね、いいね。よいしょ。お、いい。よいしょ。こっちでも。はい、ジェミングクグリー、成功してくれました。よし、上手でした。 OK。 さあ、それではですね、しっかりと種目が決まったところでこのイベント終了したいと思いますね。それでは皆さん、一緒にベルーガにサイン出していただけますでしょうか。じゃあこちらのですね、半分の皆さんはせーのと言ったら両手でバイバイしてください。いきますよ、せーの、バイバーイ。あ、しっかりガラスの音も見えてるんです。音も聞こえてるんですね。よし、バイバイ決まったところで、それではこちら側の皆さんはせーのと言ったらうんと首を縦に振ってください。いきますよ、せーの、うん。しっかり見えてましたね。次僕がやった時よりも大きく首を振ってくれてます。はい、 OK、 上手にできました。それではこれでベルーガの不思議な魚の食べ方を終了します。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。さあ、この後も名古屋コンクリート使ってはさまざまなイベントを用意しています。どうぞこの後もごゆっくりとお楽しみください。ありがとうございました。ベルーガの餌の魚興味があるよという方はですね、僕が実物さっきの持ってますので、ぜひ近くに来てくださいね。ありがとうございました。ご使用になられたマットはお手数ですが、壁際の、ボックスまでお戻しください。よろしくお願いします。